こんにちは、クリカナです。ハートフルライフでは自分らしく生きている女性にインタビューしています。今回はボージュ代表クリエイティブディレクターの島田美智子さんにインタビューしてまいりました。今回1回目は自己紹介と、高校卒業後ボス一人のデザイン事務所に入り、ベイクルーズ、パリ留学、ホテル関係のデザイン事務所やフリーランスを経て現在に至るまでについて明確に分かりやすく語ってくださいました。自分は何をしたいのか、目的は何なのかを常に意識されて過ごされてきた美智子さんのお話、お聞きください。じゃあ、ハートフルライフです。はい、今回は島田美智子さんにお願いしております。美智子さんは株式会社ボージュ、はい、で、代表取締役でクリエイティブディレクターでいらっしゃいます。はいはい、で他にも、まあ、いろいろ肩書きをお持ちだったり活動もされていらっしゃいます。うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、美智子さんが今現在に至られるまでをちょっと簡単にお願いします。はい、長いですけど、ね、そうですよね。そう、うん、私はですね、高校を卒業して、うん、実は18歳ででっち奉公のように、はい、ボス一人のデザイン事務所に入ったっていうところからデザインの道が始まるんですね。はい、で、大学に行きたかったんだけれども、うんうん、まあ、受けた大学、うんうん、それも私はムサビのグラフィックに行きたいっていう思いがあり、うん、そこに行きたいからそれ以外を考えることができない人間で、うん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 、はい、まあ、結局入れずに、うん、で、実はアパレルメーカーの、はい、ベイクルーズという、うんうんうん、今ではね、うん、日本代表する、そうですね、うん、その会社の、まあ、最初の立ち上げ時期ですよね。はい、40名ぐらい、うん、だから今4000人ぐらいいるからね、あの会社、うん、すっごいですよね。そのベイクルーズの、販売促進というのをやってたんです。はい、セールスプロモーションと言われる。それは何歳ぐらいの頃ですか？20歳ぐらいです。じゃあ18歳の時に、うん、その一人の方のところに入られてからは、うん、ボスのところで、まあ、修行をし、はいはい、だけれどももう一回うんうん、大学受験したいと思ったので、はいはい、一旦抜けて、うんうん、だけどまた落ち、うんうん、でまあ、その落ちた理由は様々なんですけどね。うん、はいはいはい、その当時青春真っ只中だったので、うんうん、いろいろと忙しくなので、うんうん、まあ、うつつを抜かし、うん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 、で結局落ちてね、うんうん、で、まあ、とりあえずアルバイトをしたいと、うんうんうん、で下北沢にスピック&スパンというお店の1号店っていうのがあったのね。はい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 、でそのスピックで、はいはい、私は好きでよく行ってたから、はい、そこにアルバイト募集って書いてあったので、すごい、そこが最初、そうそうそう、それで普通にそこでアルバイトをしようと思って申し込んだの。はいはい、だけど私は特技というか趣味とか書くとかあるでしょ、うんうん、そこに小型デザインっていうふうに書いてたのね。でその小型デザインって何かっていうと、うんうん、まあ、名刺とか封筒とかなんかはがきとか、まあ、そういうレベルのもののことを小型デザインという言い方をしてた時があって、で、もともとデザイナーになるとか、もともと全然前の話で、うんうん、学生の頃に手紙を書いたりするのが好きだったんだけれども、その手紙がその当時売っているヴィンセント封筒というのが、うん、子供のキャラクター付きか、うんうん、あるいは大人のおじいさんやおばあさんが書くような縦書きの何もない、うんうん、なるほど、はいはい、で封筒も縦みたいなものしかなかったの、うんうん、だから自分が使いたいものがなかったのでしょうがないから紙を買ってきて私は作ってたの自分で、なんかそういうのをやるのが好きで、うんうん、まあ、あとはがきとかね、うんうん、年賀状とか、うんうん、まあ、そういうのをデザインしたりとかっていうのはしてたんだけど、うん、まあ、知り合いレベルで、まあ、そういうことが好きですっていう意味で書いておいたの。はい、そしたら、今度ね、うん、新しいお店をオープンすることになっているので、うん、ショッピングバッグを自分の思うベイクルーズのイメージでデザインしてきてくれって言われた の、うん、テストですよね。それで、まあ、
案を何案か出して、うん、そしたらまあ当たらずとも遠からずだねって言って、それが採用されたわけではなかったんだけれども、うんうん、だったら君は、下北沢じゃなくて南新宿の本社で SP として、うんうん、働きなさいって言われて、うんうん、で本社に入ったんですよ。へえ、うん、それが二十歳の時。二十歳前だね。前ですよね。うんうんうん、へえ、それで。まあ全然知らないアパレル業界、うんうんうん、でね当時はね、うん、今でこそインターネットもあるからね、はい、ウェブサイトもあるし、カタログでいろいろとこうツール、はい、グラフィックツールがあるのが当たり前なんだけど、 そうですね、その当時ってアパレルメーカーにグラフィックツールって皆無だったの、うん、何があるって言ったら、例えばネームって、うん、ネームとかタグとか、うんうんうん、あとはショッピングバッグ、うん、あとは、まあ、レシートとかね、はい、あとまあもちろんロゴマークとかそういうのあるんだけど、はい、そういうぐらいだったの。うん、でただベイクルーズはメーカーだったので、うんうん、卸をしてるから、うんうん、秋冬と春夏でコレクションがあるのね、うんうん、なのでそのコレクションの招待状っていうのを作るみたいな、はい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 、そういうのが仕事だった。へー、でも全然やること少ないから、うん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 、求められるものも少ないし、うんうんうん、だから会社中掃除してたよすごい、うん、偉い働き者、うん、だってなんかね、何にも給料もらっていいと思えない働きっぷりなわけ、得られるもん、あ、与えられるものが。なるほど。だからもう片っ端から掃除しまくってたので、多分ね3ヶ月ぐらいでもう会社のどこに何があるか全部私が分かるようになったし、みんなに、その当時私は、旧姓が上松なので、はい、上ちゃんって呼ばれて、うん、上ちゃん何どこどこに何あるとか、これどこにあるとかって、だから必要とされる状態に持ってったって感じ。すごい。いつの間にか自分で、あ、やろうって思って、まあ、やり始めて、うん、それが自然とそうなったってことですよね。うん、だってお金をいただくわけじゃない、うんね、給料があるわけだから、はい、なのに何にもしてないんじゃもらえないから、何せそれに変わるもので自分ができることって言って、もう本当片っ端から掃除して片付けてっていう。あとまあ卸をやってたから、その発送業務とかがあるのね。なのでそういうのを手伝ったりとかっていうのももちろんずっとしてたりとかしてたけど。そんな感じ。みちこさんと同じようなお仕事されてる方はもともといなかったんですよね。しかもグラフィックという概念がないから、学べる人は一切一人もいなかったの。向こうも仕事の与えようがなかったんでしょうね。そう、それで、でも見かねた社長が、はいはい、社長の奥様の妹さんというのがすごく有名な、デザイン会社を出られたイラストレーターの方でね、うん、もう活躍されてる方の女性で、はい、すごい素敵な女性だったんだけど、でその方を私にあてがったわけ。おうおう、私を育ててやれと、うんうん、でその方と一緒にいることがもう嬉しくてしょうがなくて、うん、確かに、匂いが違うわけですよ、やっぱり業界として全然違うわけ、はいはいはい、ですごい楽しくて、うん、いろいろとこう教わりながら、うん、っていう感じだったんだけど、うん、まあそれが逆にね、うん、私にとっては良かったんだけれども、うん、会社にとっては飼い犬に噛みつくことになっちゃうんだけど、うん、飼い主に噛みつくことになっちゃうんだけど、うん、やっぱりグラフィックの方に行きたいわけよね、うん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 、で彼女の出現によって、うん、あ、私はやっぱり違う水の中にいるっていうことを気づいちゃうわけ。あ、すごく楽しかったし、すごくいい人だったし、うんうんうん、確かに分かります。なんだけど、うん、私がやりたいことは違うっていう、うんうん、なるほどなるほど。社長に申し訳ない、すっごい可愛がっていただいてたから、うん、メモかけてもらってたし、うんでね、今でこそその仕事はね、うん、今のセールスプロモーションだったらめっちゃ面白いと思うけれども、うん、その当時は若いし、うん、ボスのところでね、はい、まあ、修行したものの、はい、まだそのアウトプットするのに情報の蓄積がないわけ、うんうんうん、だからもう乾いた雑巾から水絞り出すみたいな感じで、楽しいはずのものがものすごく苦しいという状態だった、うん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 、それでまあ、そこを出て、うんうん、で別の会社に入るんだけれども、うんうんうん、
で、まあ、その別の会社に入って、まあ、その別の会社はそれこそそこに行きたいというわけではなく、うんうん、次のステップのために入ったの、はいはい、というのは、はい、私はフランスが大好きなんだけれども、うん、フランスに行きたかったんです、うん、でそのフランスに行くまでの間、はい、そこで働いていた感じかな、うん、でフランスに、まあ、短期だけれども、うん、留学という形でフランスに夢かなっていくっていう感じ、うん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 、それが何歳ぐらいですか？それが24歳、うん、24歳でフランスに行って、うんうん、でそこで、まあ、いろんなものを、見て知って体感して体験して、うん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 、であの素晴らしいものをいろいろ得たと思うけれども、うん、でそこで、まあ、最後の頃にもうあの今まではリハーサルみたいな感じ、うん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 、リセットして、はい、これで私は日本に帰ったら本番が始まるぞと、あ自分で思ってがっつり働くぞぐらいな感じの勢いで戻ってきて、うんうんうん、である、ホテルグラフィックスをメインにした、うんうんうん、プロダクションに入るっていうことになるんだけど、はい、その時の面接の時はものすごく強気だったのね。あの私を取ったら絶対得だよっていう感じ、うんうんうん、絶対私あのいい仕事すると思いますと、うんうんうん、あの真面目だしね、うんうん、努力家だしね、うんうん、だから絶対後悔させないっていう感じ、うんうん、だけどそのぐらい本気で、仕事したいと思っているから、うん、私は行きたいという会社を選びたいのですと、なのでいくつか面接をさしていますっていう話をしてっていう感じだった、うんうん、で、まあ、そこに入ってそこではね3年間ぐらいかな正味、うんうん、なんだけど3年間で多分6年分とかぐらい働いた、うん、自分でもういいって思うぐらい働いたな、うん、あのたまたまその会社はホテルグラフィックスの会社だったので、はい、ホテルの仕事グラフィックスって、うん、なんだろうなものすごくいろいろなものがあるの、うん、メニューもアメニティも、うん、広告も、はい、看板もとかって、はい、空間も、はい、パッケージもとかほぼ全てのグラフィックがあるのね、うん、ホテルって、うん、なのでまあほぼ全てのグラフィックに携わったことがあるのはそれがベースにあるからなんだけれども、で、うん、その会社で、私はすごく恵まれてたことに、まあ、大御所のね、うん、あのとても有名な一財を築いたと言われるアートディレクターの江島保さんっていう方とか、あとは、辰木義弘さんっていう写真家さんね、うん、浅井新平さんとか篠山紀信さんとかと同じ時代でも活躍してっていう、そういう方々と直接こう触れ合うことがあって、うんうん、もう辰木さんの撮影とかには常に同行している感じだし、うんうん、江島さんにすごく可愛がっていただいてっていう、その会社の人たちじゃないんだけどね、うんうん、その人たちは、うんうん、なのですっごく贅沢な素材で勉強させてもらった3年間で、うんまあ、時間的にも6年分働いたと言えるぐらい、うん、あのもう何せ全部吸収してやろうと思ってたから、うん、すごいこうなんて言うんだろう貪欲だったよね、うん、得られるものは全て得ようと思った感じ、うんうん、それで、そこを出たのが27歳、うん、それでフリーランスになる、うん、なるほど、うん、もともとそこに入る時、うん、まあそういろいろ得ようと思って入られて、うん、その先を考えてましたか？ゆくゆくは自分一人でそうやっていこうっていう、うん、いや全く一人でやっていくっていう意識は全くその時はなくって、ただ会社を選ぶ時というよりも要するに次のステージとして考えた時には、はい、一流の人たちと触れ合えるところ、うん、一流の人たちとに学べる環境に必ず入ろうとは思ってたの、はい、うん、なのでそこはドンピシャだったのね、うん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 、なのでもちろん会社のいろんな方たちいたし、はい、だけどその人たちよりも私はその辰木さんや江島さんから得られるものがすごく多くて、まあ、ありがたいことにこうそこにこう
近いところにポジションをね、うんうんはい、常に置かせてもらえてたから、はいはい、あとはその当時の実は私のこう上にいた上司である女性がすっごく美人さんですっごく可愛いんだけれども、うん、あまり仕事のできるタイプではなかった。なるほど、うん、なのでそれがありがたかった。よかったです彼女がやらない分全部私がやって、まあ、ね、あの美味しいところは彼女が持ってくんだけど、はいはい、別にそんなことはどうでもよかったの、ね、名前が出したいわけじゃなくて、うん、得られるから、はい、だから黒子になって本当にありとあらゆることをして、へー、うん、もう本当感謝してる。あの3年間が私を作り出したベースになってるなって。なるほど、うん、ありますよね、やっぱ20代そう割とだからで撮影とかもね、うん、すごくいろいろあったんだけど、うんうん、ハウステンボスの仕事とかもしていたのね、はい、その当時、まあ、ホテルのなのでいろんなホテルさんの仕事してるんだけど、うん、ハウステンボス広いでしょ、うん、でそこのホテル群何個かのグラフィック全部やってる会社だったから、うん、でそこで撮影をするんだけど、うん、その撮影が何種類かのツールの撮影をいっぺんに組まれるわけ、うん、でブライダルが2個で広告等とかっていう状態で1週間ぐらいの強化合宿みたいな撮影があってね、それをまとめる役だったんだけど、もうムービー並みの人数なので、天気も含めていろんなことを考えて、まあ交番表っていうのを作るんだけど、その交番表に漏れのないように、で何かが変わった時にごっそりここと入れ替えられるようにとか、まあ、そういうことをいろいろ考えたりっていう、うん、それをまあそれも外部の人から私は学ぶ機会があって、うん、なのでいまだにもうどんな撮影でも怖くないって思う、うん、そういう体験もさせてもらって、まあいろいろ体験しました。すごい、でそのやフリーになろうって思ったきっかけは、フリーはね、フリーになろうと思ってなかったのね、実は、うん、なんだけどクライアントさんが割とこうついてくれているというのかな、うんうん、確かそれで、次どうしようと思ってた時に、うん、その前の会社を少し前に辞めていた上司、元上司が自分で会社を起こしてプロジェクトやるから、うん、ちょっと一緒にやろうと、うん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 、でその前に準備段階があるので、うんうん、ちょっとこの会社でアルバイトという形で一緒に組んでくんないって言われたの、うん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 、だから分かりました、いいですよって言って、うんうん、そっちに移ったのね。ああなるほど、それでそこのホテルのそこは辞めた、辞めて、うん、だけどあのまあそれこそトゥールダルジャンの仕事とかもずっとその最初からずっと始まったんだけれども、うんうん、そうですよね、はい、でそれこそその支配人のねホラーさんとかって未だにすごく仲いいんだけど、はい、その人からもその辞めてなんで来ないって言われて、うんうん、ね、私は一応前の会社のお仕事だから、ね、もちろん挨拶はね、うんうん、行くけれども、うん、そこで仕事を取るなんてことは全く思ってないわけ、うんうん、でも、まあ、ありがたいことにボラーさんはいや僕がやりたいならいいでしょって言ってくれて、うんうん、で結局違うところで一人だったんだけど、うんうん、で、まあ、会社からアルバイト料みたいにお金をもらってる状態だったけれども、うん、個人でも受けるみたいな形を取って、まあ、そっちの会社の仕事にはしなかったんだけどっていう感じでいくつかそういうとこがあった。なるほど。で前のその辞めた会社とはその辺はうまくこう、うん、あのうまくというかそこも別につながってはいたし、私がフリーになっているのも知っていたし、はいはい、そうですね、で喧嘩して辞めたわけではないので、そうですよね、でただ、うん、まあ、クライアント側に言われたものなので、そうですよね、確かに、うん、それはまあそういうので、そこのつながりもあるから、うんうん、まあ、特別何か問題 はなかったんだけど、でも、うん、でそんな時にある人から、うん、なんでフリーにならないのって言われたのね。うんうん、その時点でもアルバイトやってる、そう、うん、その時点でもまだフリーランスって頭がなかったの、発想がないんですよね、きっと。そっか、なんかね、いやフリーランスってすごい人がやるだと思ってた。分かる分かる、そう思いますよね、分かる。20代の頃って特にね、自分は学ぶ、まだ学ぶ身とか思ってますもんね、うん、分かる気がします。なので全然自分にそういう意識がなくて、 でもみんなね、仕事なくてフリーランスになって頑張ろうとしている人たちが多い中、仕事すでにあるにもかかわらず、うんうん、
要するにそういう環境があるにもかかわらず、うんうんうん、なんでフリーにならないのって言われたの、うんうんうん、ではてと思って、うんうん、自分がフリーランスっていやいや無理でしょうぐらい思ってたんだけど、うんうん、まあでも環境は確かに整っているなと、うんうん、それでいろいろ考えて、うんうん、まあそれこそいろんな人にもね、うんうん、いや全然大丈夫できるからやりな、うん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 、って言ってもらったりとかもして、うん、まあじゃあ考えようと、うん、その時点で初めて考え始めたの、うんうんうん、で考えて考えて考えてまあダメならやめるかぐらいな、うんうんうん、その代わりダメにならないように頑張ってみようって思えたのね、うんうん、でじゃあフリーになります、うんうんうん、でその前の、フリーになる前にアルバイトしてた会社では、うんうん、実は江島さんってさっき言ったディレクターさんも同じフロアで一緒にいたのね、はい、だからその場ってすごくその人からいろいろ学べる環境だったわけ、うんうん、でだから、ね、そこを抜けなきゃいけなくなるから一応お話をしなきゃいけなくて、はい、で相談をするというかねご報告というか、うん、そしたら今でもね宝物の一つなんだけど、うん、上ちゃんは大丈夫だよってやっていけるよ僕はね上ちゃんのファンなんだよって言ってもらったの、うん、もうその言葉がなんかもうだったら大丈夫って思えるというか、うん、未だに宝物の一つなんだけど、うん、まあそんなものをもらってフリーランスになり、うん、で、うん、フリーになってからむっちゃくちゃ忙しかったですホテルさんの仕事結局直接やるようになったので、はい、で私フリーだったけど印刷も受けてたのね、はい、それまでずっと一緒にやってた印刷屋さんと組んでたから、はいはい、個人ではありえない規模の金額を受けて、はい、まあ、リスクも大きいよね、はい、本当だったらでもそれを受けてお願いしてっていうことをしてたから、はいはいはい、その当時はすごい一人で稼いでましたねそうですよね、うん、みちこさんを通していろんな大きいものが回ってた感じですよね、うん、それに、まあ、フリーだから、はい、ポッと行って、うん足が軽いんだよねフットワークが軽いでしょ、はい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 、でしかも印刷までできるから、うん、結局こうで知ってるじゃない、うんうん、もう長いから付き合いとしては、うんうん、なのでちょっとこういうのが作りたいんだけどっていうと形になって表現されて、うん、OK が出れば印刷されて戻ここに来るっていう、うんうんうんものすごくフットワーク軽いけど仕事としてはきちんとしてるっていう状態だったから多分使いやすかったはずなんだよね、うん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 、クライアントさんもなるほどそんなんで幕張のニューオータニとかもよく行ってましたへー、うん、かなりそれが 20代後半ですよねそう27、8、9ぐらいな感じかなもうそのくらい本当に一人で美智子さんがやることは、うんご本人一人だけでやってたんですよね。そうです。そういう印刷屋さんとか、うん、その他わからないですけど、うん、それまで、まあ、お仕事をご一緒されてらした、うん、そういう方たちとか看板とかも作ってたのね、うんうんうん、なので看板屋さんとも変わらずそれとかってやったり、うん、あとはまあ撮影が入れば、うん、撮影舞台を、うんうんうん一緒に今のま旦那さんに当たるだけど、うん、の会社と組んでやったりとかね、うん、っていう感じだっただから間口はちっちゃかったけどできることが割と大きかった、ね、大きいですよすごい大きい、うん、なんかすごくね重宝がられて、うん、いろいろとやらせていただいてて、うん、新しいそういうお仕事も入ってきたんですか新しい窓口っていうか、うん、入ってきたねなんかつながりから、うんうん、本当に営業してなかったんだけれど紹介とかつながりから、うんうんうん、それもやっぱホテル関係が多くて、うんうんうん、宇都宮とかのホテルのブライダルパンフレットとかのツールみたいなものも入ったりとか、はい、で私は前のそのハウステンボスのお仕事してる時とかに、うんうんスタイリストさんっていうのを入れられない状況とかが多かったわけ、はい、物とかだったりすると、はい、なのでスタイリングも全部やってたのね自分でだから撮影の時のスタイリングとかも割と得意だったのもともと好きなんだよね、うんうんうん、っていうのもあったの で、ね、多分ねいろんな意味で重宝だったなるほどなるほどあんまり余分にお金かからずに、うんうん、まあもちろんねタダでやるわけじゃないけれども、はいはい、わかります、うん、
ていう感じ。すごい若くてそこまでやってくれるなんて本当にいいですね。すごいね、信用できる、うん、ありがたかったね。で割と私はあの20代の頃って大人っぽく見られてたの、はい、うんうん、なんかだから、うん、割とこう若造というよりは割と安心して任せられるふうに思われる風貌だったらしくって、それはすごい得だったと思う、うん、髪型とかどうされてました？いや多分今とほぼ変わらない同じ、うん、その時の写真とかあるけど、はい、それこそスタッフ見ても全然同じだなっていう感じ、はい、なるほど。あまりこう太ったり痩せたりもそんなにないから、はいはい、もう変わんない。なんか私も結婚式のコーディネーターでお客様が大体30を超えた方たちだったんですよね、うんうん、だからやっぱ前髪伸ばして、うん、まあ、今と同じような髪型なんですけど、やっぱりちょっとでも近づこうと、自分が結婚式したことないのに、うんうん、ね、申し訳ないなって思いながら、うん、ね、うん、私も本当に結婚する前にもう何度結婚したかぐらい、うん、そのブライダル関係の仕事やってきてたからめっちゃ詳しかったよね。そうでしょうね。本当そんな感じだった、うんうん、まあ、でも本当に贅沢な環境でいろいろ学ばせてもらってフリーで、うんうん、はい、でこれ以上行くと会社にしないともったいないっていうところまで行って、うん、 で、 ね、で、じゃあこの秋に会社にしていこうと、うん、それが何歳くらい？それが20、31かぐらいか、自分でそれまでは、うん、まあ、個人事業主みたいな感じで登録してたんですか？うん、そう、うんうん、会計的な、まあ、その後に今の主人と出会うことになるんだけど、うんうん、仕事上でね、うんうん、フリーになってすぐにあの写真家として出会うっていう、はいはいはい、でその後に、まあ、付き合うようになり、うんうん、で彼の事務所に、はい、私が入ることになるの、はいはい、ディビジョンとして、はい、っていうで一緒にやるようになったんだけれども、うん、で、31の時に、会社をやる予定だったんだけど、うん、実は子供が授かったことが分かり、うん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 、なので会社を起こすということをやめて、うんうん、その会社を一緒にする形にして、うんうんうん、で、まあ、子育てをし始めるっていう感じ、はい、うんうん、30代はずっと子育てしながら仕事と並行してっていう、うん、やってたんですね、でもまあ一線でわーって動いてた時とは全然違う動きになっちゃうからね、半分以下3分の1ぐらいな感じかな、うん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 、の、 あのペースには変わったけど、うん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 、でもあのずっと仕事してました。うーん、あの出産の日まで色香チェックとかしてた。なるほど、うん、そんな感じだったかな。でその時もまだ一応美智子さんの中と同じようなお仕事されてる方は、うん、その中ではお一人だったの？スタッフさんみたいな完璧なフリーで私がやってた時は、うん、給料として払うことはしてなかったけれども、うんうんうん、別の個人でやってらっしゃる方に手伝ってもらうことはありました。仕事量が結構多かったので、そうですよね。で、フリーになってその前の会社に入った時、うん、あ違う、旦那さんの会社に入ってからは、うん、その後すぐに、スタッフ入れました。一人、うん、自分用にというかな、はいはい、なるほど、うん、でその子はそれこそ坊主もずっとそのまま今、なるほど、ね、今もあの卒業して子供産んでね、うんうん、あの引退してますけど、引退というか坊主は卒業しちゃってるけど、うんうんうん、あ、そうなんだ、うん、そんな感じかな。で、まあ、会社に入ってるからね、うん、結局そうですね、別の人たちとのやり取りもあるし、はいはい、とかっていう感じ、で、ね、うん、で業種が、業種というか業態というかな、はい、あのやってるタイプの仕事が全然違ったので、うんうんうん、まあ、同じプロダクションだけど、はい、私はホテル側とかレストランとかっていうのが多くて、はいはい、うちの旦那さんの会社は音楽系が多かったので、なので全然毛色が違う感じ、うん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 、だったかな。なるほど、30代はそのぐらいでお仕事と子育てと続けられて、まあ新しい30代だったね。そうですよね、うん、30代でお二人ですか？そう、32、34で一人ずつ、うん、あ、そっか、
うん、でご自分でボージュを立ち上げられたの？ボージュは今から9年前の2008年、うん、リーマンショックの年の8月に、うん、起業する形になって、なで、まあ、私自身 の、 あのクライアントさんも別に長いからね、ずっとつながってるんです。クライアントさんが変わらずにずっと続いているので、はい、なんかあの、請求先が変わるだけでしょぐらいな感じで、皆さんこう普通に何のあれもなく移行してくださってっていう感じかな。みちこさんの中ではそれを作られた、一つ自分の会社にされたっていうのは、うんうん、それは成り行きなんです、実は。あの、まあ、リーマンショックもあり、いろいろなこう状況の変化で、はい、私が代表になり、旦那さんもともと写真家でしょ、はい、で経営もやってたけれども、うん、旦那さんはもう写真家として動くと、うん、私が経営を変わるぐらいな感じのスイッチの仕方に変わったって感じかな。別に私が自分でどうしても会社を起こしたいとかって言わなかったんだけど、ね、まあ、状況のこう変化によって自然な成り行きでそうなったっていう、でもすごく良かったなって思ってるけどね、会社を起こしてやっぱり自分が代表としてっていうものと、うん、誰かの会社で手伝っているというのが全く違うものだから、違いますね。じゃあ今美智子さんがあるのはやっぱりその20代の3年間はすごい大きいですよね。大きい大きい、やっぱそこからですよね。すす、まあ、そこで美智子さんがいかに動かれたかっていうことが全て、そこでいろんなもののベースをこう培ったっていう感じかな。で今の傍受になって、はい、で9年なんだけれども、うん、でまあ、そこでは銀座ウエストさんのね、はい、お仕事だったりとか、まあ、ホテルレストランの仕事はあのやってたりするんだけれど、うん、あとは最近パッケージの仕事がとても多くなっているので、メーカーさんと直接、うん、その何か一つだけを作ってくださいじゃなくって、うんうんうん、そこで作るクリエイティブを意識みたいな、うんうん、そういう関係が増えたり、あとは2年半3年前ぐらいからあるご縁があって、うん、喋る仕事を始めたのね、うんうん、でそれはたまたま、まあ、私もそういうふうに今まで培ってきたものを今度はこう還元していくということをしていきたいなと思い始めていた時期でもあるんだけれども、うんうん、はい、でその還元するっていうこと、うん、でじゃあ私ができることは何かと、うんうん、例えば1時間喋ってくださいって言われたら何が喋れるかっていうのを考えるきっかけがあって、うんうん、でじゃあデザイナーの頭の中ってどうなってるのかなっていう、うんうん、そういうことを伝えて、なるほど、うん、でじゃあ例えば素敵だなってみんな思うのは皆さん同じじゃないですか、うん、はい、みんな素敵って何かを見て思うと、うん、だけれどもじゃあデザイナーはそれを形に表現できて一般の人ができないとしたら何が違うのかっていうところ、うん、そ、そのじゃあそこには実はものの見方の視点の違いがあるんだけれども、うん、分析の仕方とかって違いがあるんだけれども、うん、まあ、そんな方法をいつも普通に私たちがやったら当たり前のことを普通にお伝えすれば日常生活として、じゃあ自分が素敵な空間を作りたいと思ったらそういう思考で考えればできるってことになるわけだから、うん、お役に立てるかもと思って、うん、そんな話をして、うん、そしたら、ハウスメーカーさんとねコラボレーションのお話が来たり、うん、ガスメーカーさんからのお話が来たりとかっていう、うん、なんかそういうのがあって、うん、人前で登壇するっていう仕事が増えて、うん、で2年半前にまあ、仕事ちょっと大変な時期、うん、震災後大変な時期があったので、うんうん、で、まあ、自分の中でなんかこうもう少しクリエイティブもそうなんだけどもなんか仕組みを持っとかなきゃいけないなって思ってた時期に出会った、ある人がいて、それは、アップルジャパンという、ね、会社の創業メンバーの一人だったんだけれども、その方が仕掛ける
ビジネスの立ち上げに携わるっていうことを、うん、こう機会としてね、チャンスとしていただいて、うんうん、で今それでこう、まあ、全然違った業種なんだけれども、うんうんうん、活動しているっていう、うん、なるほど、まあ、すごくこう面白い、いろんなことがつながっていて、うんうんうん、まあ、喋ることもその仕事にももちろん生きていくし、そうですね、うんうんうん、全てつながってきてるなっていう感じかな、っていうのを感じてらっしゃるけど、うんうん、島田美智子さんの1回目をお聞きくださりありがとうございました。次回2回目は人間関係についてお送りいたします。